ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はこのお化けイドロというゲームをやっていきたいと思います。なんかね、知り合いの実況者さんがこれ楽しいよって言いよったけん、ちょっと私も買ってみたんやけど、どんな感じか。 Press any ボタン。まあ一応お化けとする軽泥、よく子供とかがやりよる軽泥ね。ルール的には単純な感じかな。でもなんかまあ今までも、こう、アイデンティティ、スマホゲームの、あ、かわいい絵が。絵本みたいな感じやね。多分、こうスマホゲームのアイデンティティだとか、私が前にやりよったパソコンの、どう、何やった？あ、デッドバイデイライト。あれの、まあ、なんかさらに絵がかわいい版みたいな感じかなーと。かわいい。なんか二人の間にちっちゃいウサギのぬいぐるみが。なんかアイデンティティがデッドバイデイライトの、まあ、絵がかわいい版やったけど、私的にこうチラッと見た感じ、アイデンティティ以上にキャラクターがかわいい。ミニマムな感じになった気はする。まあ、これなんかあれなんや。文字とかできっちりストーリーを言ってくれるわけじゃなく、想像で。めっちゃ外なんか、骨とか落ちまくっとるけど。ん？セーブ完了。何あのキャラクターかわいい。お化けイドロ。お化けの世界で大流行している遊び。夜な夜な人間をお化けの世界に連れてきて勝負を挑んでいる。かわいいな。兄弟ってことよね。多分一緒に寝よったけん。あ、目が、左右で色が違うよ。これがお化けの世界。墓地や墓地。誰か助けてくれ。何？誰？何あれ？パス。うわぁ。それ。グエ。シュート。止めてくれ。何あれ？いててて、ひどい目にあったぜ。鬼火。ふぅ、助かったぜ。人間の。って、人間の子供？なんか全部セリフ自動的に進んでいく。けけけ。人間。人間。見つけた。けけけけけ。見つけた。そう、まずいことになっちまった。人間のお守りなんてついてねえや。そっち。もたもたしたらあいつが来ちまうぞ。あいつは人間の鼓動に目がねえんだ。噂をすれば。おぉ。継ぎはぎの野郎だ。急げ。捕まる前に逃げるぞ。びっくりした。ちょっと、声にビビるんやけど。このままだとお化けに見つかってしまいます。まずはあの建物の後ろに隠れましょう。この笑い声はちょっと苦手かもしれない私。X ボタンでしゃがみます。しゃがむとランタンの火が消えて見つかりにくくなります。間違えた。これか？ X ボタン、上ね。うまく隠れられましたね。ここでお化けの様子をしばらく見てみましょう。てか、立ったままやったらランタンの明かりで見つかるってこと？めっちゃ嫌やん。もう大丈夫かな？もう大丈夫じゃねえ。見つけた。大変です。ちびお化けに見つかってしまいました。あ、知らされよる。ちびお化けに見つかるとお化けに居場所がバレてしまいます。お化けに見つかってしまいました。建物の周りをぐるぐる回ってお化けをやり過ごしましょう。ひえひえ。わあ、待って。待って。すり抜けてくるやん。お化けやけん。弟よ。どっちがお兄さんか、お兄さんなんかお姉さんなんかわからんけど。弟のアレスが捕まってしまいました。あ、やっぱ弟なんやね。牢屋のドクロスイッチを2つ押すと助けることができます。助けに行きましょう。はい。なんかチビお化けいっぱいおるけど大丈夫なあれ。はい。うわ、すげえ音。すげえ音。絶対見つかるやつやん。お化けが来る前にここから離れましょう。来た。お化けに追いつかれてしまった時は鬼火の力を借りてランタンを使いましょう。Y ボタンでランタン発動。お化
化けが気絶しました。今のうちに逃げましょう。なるほど。ランタン。あと少しで夜明けです。頑張って逃げ切りましょう。無事逃げ切れましたね。おめでとう。逃げ切れんかったら食われるんかな、お化けに。人間チーム、制限時間3分。一人でも逃げ切れば勝ち。ランタン発動は Y。牢屋から解放されるともう一度使える。使えるのは一度きりでお化けをひるませることができる。で、牢屋解放スイッチを A ボタンで。全部のスイッチを押すと牢屋が開く。3人の協力プレイでお化けから逃げ切ろう。最高3人まで。で、制限時間3分。3分っていうのがなんかすごい気楽にサクサクできていい感じよね。とりあえず外におる、おる間使えるの一回。なんか不思議な国のアレスみたいな格好。人間チュートリアルをクリア。人間で遊べるようになった。これあれやね、人間チームってことは、やっぱりアイデンティティ、デッドバイデイライトみたいな感じで、お化け側もできるってことか。また追いかけられた。まずは逃げ出した子供たちを探しましょう。あ、お化け側や、今回。建物の影が怪しいですね。行ってみましょう。人間が近くにいると BGM が変わります。あ、ほんとや。めっちゃ険しい音楽になった。険しいっていうか、激しいっていうか。人間を見つけました。Y ボタンで捕まえましょう。Y ボタン。待って待って、人間。人間、待て待て。どの位置まで行ったら捕まえれるんかな。お、捕まえれた。やったね。あ、自動的に連れてってくれるんやね。自分で牢屋まで行かんでいい分めっちゃ楽かも。人間を捕まえた後はしばらく手が消えてしまい、捕まえることができないので注意しましょう。残り一人も見つけ出して捕まえましょう。めっちゃなんか、煙みたいな状態になっとった。あ、てか牢屋の方行くんじゃない、もしかして。あ、牢屋の場所はちゃんと、遠くからでも見えやすいんやね。ジャンプで行けるんかと思ったけど行けんかったわ。何、今はまだすり抜けができない。くっ。え、どこ行った？あ、おったおったおった。あ、こっちから行けんやないかーい。え、今ここにおったことない？あー、待てよーい。へい。くっ。どこ行った？なんかランタンの明かりで分かりやすいね、おるの。ただ分かりやすいだけで捕まえれるかどうかは。あ、でも建物はすり抜けられる。柵とかはすり抜けられないんすか。って、どの距離からなら捕まえれるんだ。これ建物すり抜けて来られたら結構怖いかも。全然捕まえられねえ。てか、でも建物すり抜け使ったらだいぶスピードが落ちる。これダッシュとかできんの？まあ鬼側がダッシュしたらだいぶ怖いかな。で、ああ捕まえられない。結構素早いんですけど人間。つらい。全然捕まえられなくてつらい。これコンピューター相手にこれやったらさ、ほんと普通に人相手とかめっちゃ大変そう。いけ、捕まえる瞬間とかも結構ね、スピードが落ちるね。くっ。あー、遠くに行ってしまった。来いよ来いよ。はっ。くっ、今絶対捕まえれたと思ったのに。きゃっ、今捕まえ、今絶対捕まえれた。へい、やったー。後ろを確認しながら走り寄ったけど前から。ふぅ、チュートリアルで結構苦労するやつ。人間全員を捕まえることができましたね。おめでとう。さあこれでお化けチーム、制限時間3分。人間を全員捕まえれば勝ち。人間を捕まえる。お化けは人間より有利なことが多い。ただし人間を牢屋に入れると一定時間手が消えてしまうよ。お化けは壁や木をすり抜けることができる。え、壁すり抜けれるやん。自由に移動して人間を捕まえよう。お化けの特性を生かして人間を捕まえよう。うんうん。Y ボタンで人間を捕まえる。基本的に Y ボタンだけか。お化けチュートリアルをクリアー。
お化けで遊べるようになった。ファインプレイでカネやランクポイントをたくさんゲット。カネやって、マネーとカネが。人間はお化けからうまく隠れたり逃げ切るとファインプレイ。お化けは壁抜けで捕まえたり、ランタンを避けるとファインプレイ。他にもいろんなファインプレイがあるよ。あ、その場で加算されていくってこと？へぇ。集めたカネはショップで使える。私のお店で強いランタンやお化けと交換して差し上げましょう。強いランタンやって、ランタンに強さが。お化けも買える。人は？人は種類ないの？スタンプを集めて称号を手に入れよう。いろいろな遊び方を試してスタンプをゲット。たくさん集めるといいことがあるかも。称号はマイデータで確認しよう。かくれんぼ名人、ひよっこキャッチャー。かわいいね、称号。そういう感じらしいです。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。まあ、なんか、こう、何かを直したりするわけでもなく、本当にただただお化けから逃げるだけ。本当に軽泥なんやね。なんか、ルールもすごいシンプルで、時間も短いし、いい感じやと思う。楽しい。